委員長たたる私より総括的な質問をいたします今、浜田聡君から憲法でも議員の立場を保障されている旨の話がありましたが、同じく憲法58条では、院内の秩序を満たしたものは懲罰になるということもですね、これはありますので、さらに国会法、 並びに参議院規則でも国会に出なければ処分をされるという規定もありますし、懲罰規定は4段階があってですね、開国党員停止、陳謝除名というですね、処分も明確に記されておりますので、今の弁明を聞きながらですね、私自身、このような事態になったことを非常にですね、 残念にあの思っております。同時に、本委員会では、この懲罰事案につき、国民から選ばれた議員の立場は重く、また選んだ有権者の思いも考慮して、民主主義は手続きが一番であり、次に中身だと考えまして、理事懇談会を6回、理事会委員会をそれぞれ 三回開いて協議してまいりました。そのことを踏まえますと、ガーシー議員は著しく参議院の権威を落とししめたと私は考えますが、ガーシー議員の代理人である浜田議員並びに所属する党として、どういうお考えであるかをお述べいただきたいと思います。濱田 はい、先ほど委員長が申し上げたとおり、今回のガーシー議員の件について、数多くの懲罰委員会が開かれ、議員の皆さんのお仕事を増やしたことについては、理解をしているつもりでございます。ただ一方で、まれわれ、ガーシー議員は国民によって、国民の信任によって選ばれたものでございます。やはり 目を向けるべきは、当然、あの参議院でのことにつ、に参議院でのさまざまな仕事というのは重要だと思いますが、やはり国民がどう考えているかということについて、優先すべきだと私は考えております以上です。先ほどの弁明の中で、国会に出ないことを公約として立候補し、 当選したのだから、国会に出ないのも当たり前だというガーシー議員が様々な、さまざまなネット等を通じて、あるいは情報を通じてです、ね、あの発言されております。民主主義はルール、規則にのっとって行われる、あるいは成り立つものだと考えております。選挙の公約で国会に出出なないだだから出なくては当たり前だと 言う前に規則だとかルールを変えなければその公約は実現できませんね。ならば国会に出て時代にあった俺はこういう考えを持ってんだということを堂々と主張すべきだと思いますが出てきませんでした。しかも一旦は出ると言ってですね、直前になっての保護であります。こういったことは著しく 先ほども言いましたけれども、委員の権威を乱した、さらにはですね、間違った汚点というか、慣例を残すことにもなると考えますけれども、こうした発言、判断について、浜田聡君はガーシー議員の代理としてどうお考えか、また党としてどのように受け止めているか、国民に向けてお話をいただきたいと思います。 浜田君はいあの、まあ、まずちょっと質問内容が結構多かったように思うので、す、ま、べ、あ、て回答できているか分かりませんが、まあ、その点、ご容赦くださいえ。まず著しく権威を、まあ、怪我したという点に関しては、これはもう人それぞれ評価が変わるのではないかなと思います。まあ、あのまた先ほどの弁明でも申ししし上げましたが著しく、えー まあ権威をけだす行為というのはです、ね、国会においてさまざま行われていることでありますので、まあ、その点、ガーシー議員だけ特に不当院を持って、まあ、罰するのであれば、そこは違うかなと考えております。そして、ガーシー議員は海外にいたまま国会に党院せずに活動するということで当選しました、これは民意でございます。一方で,です、ね、先ほど委員長の方から規則が大事だという点もありました。 結局、この民意がまあ規則、どっちを大事にするかという点の、どちらを優先するかという問題だと思いますが、私としては、この場においては、川ー議員にまあ付託をいただいたまあ30万近くの票、その民意を優先したいと考えております。以上です以上で私の質疑は終わります。質疑のある方は、順次発言願います。牧野貴男君 自民党の牧野隆夫でございます。浜田議員に伺います。まず浜田議員は、公開議場における陳謝が採決された先月の21日の懲罰委員会の閉会後の取材に対して、ガーシー議員は帰ってくるつもりはありませんので、当然議場で陳謝もできませんと回答し、その映像がテレビのニュースで報じられました。この時点で、 ガーシー議員が帰ってくるつもりはないと答えた理由と根拠は何だったのでしょうか、そしてまた、ガーシー議員はそもそも帰国して陳謝する意思はあったのでしょうか、それを伺いいます田君はいえー、懲罰委員会の後の私の、えー、取材、えー、内容に対する、まあ、あの質問についてお答えをいたします。えー、まずですね、まあ、私は今年 一 1>, 1月にドバイに行って、ガーシー議員と直接会って話をさせていただきました、で、えー、懲罰委員会の後の時点ではですね、ガーシー議員あの、帰国しない意図というのは常々言われておりましたし、あとトルコの地震も確か、地震の様子も見に行きたい旨を言っていたようには。 思いますちょっと時系列がちょっと曖昧で申し訳ないんですけれど、ということで、まあ、その時点では陳謝には応じないと、私の中では確信はあったんですが、その翌日の本会議の私のま弁明を聞いて、かなり心は動かされて、えー、帰国の意思を一時は示したということで、3月8日の陳謝に応じる、最終的に応じるという決断は下したのは確かでございます。 とということで、まあ、ちょっと回答をしきれていないことがあれば、またあの質問いただければと思います、ひとまず以上です野貴男君、はいえー、続いて伺いますが、ガーシ議員が当選以来、一度も党院せず、えー、本会議と委員会に出席しないということについて、ガ、えーシ議員が所属する、あまあ、浜村さんも所属する、えー、党の前の党首ですね、これまでの記者会見等で、 ガーシー議員が帰ってきたくないのは当然だと述べるなど、ガーシー議員の行動を正当化するような発言を行ってきました、また、この前の党首は、もし仮にガーシー議員が、えー、懲罰を受けて除名されたとして、次に繰り上げで当選をしてくる所属の議員も、国会に出席させないような旨の発言をこれまでしていらっしゃいます。 党として、えー、今後も所属議員が国会に出席せず、国会議員としてさまざまな審議を行わないということを、党として認める考えなんでしょうか浜田君。まずあの、ガーシー議員がまあ置かれた状況についてはですね。 まあ日々ガーシーくしの報道がまあ行われているということでまあ私はまずこの件に関しては放送法4条のまあ公平な報道というのは基本的になされていないと考えております、えー、そして先ほどあの委員からご指摘いただいた点ですね今後繰り上がった議員が 当選した場合に、ですね党院をしないかどうかについては、今後、党の方で協議はさせていただきたいと思います。と言いますのも、ガーシー議員自身は、国会に党院しない旨を、まあ、公言して、選挙に当選したわけですが、一方で、今後繰り上がる候補予定、候補者の方が、それを公言したわけではないので、その辺は民意を。 しっかりと考えた上で今後の党の方針は考えさせていただきたいと考えております以上です、はい、井上聡君日本共産党の井上聡です、えー、あの川市議員は陳謝の懲罰に従い本会議に出席して陳謝文を読み上げることを文書で回答をいたしましたまあ、にもかかわらず帰国せずに欠席し 議員運営委員長宛てに陳謝文を読み上げた DVD を送ってこられました。あのできる限りのことをしたと先ほど、そういう旨が発言がありましたが、議運の了解なく海外に滞在し、応将義務を定めた国会法5条に反していることに対しての陳謝の懲罰が課せられたのに、帰国し登院することもなく、謝罪文を読み上げた DVD を送りつけるなど、 およそ真摯な反省も、隠義に従う意思もないことを逆に示しているのではないかと、この行為は思いますけれども、いかがお考えでしょうか浜田聡君、まあ。真摯な行動でないかどうかの判断というのは、人それぞれだと思いますし、そこはもう国民に判断していただきたいとは考えております。まあ、繰り返しになりますが、3月8日の陳謝には確かに出なかったわけでございますが、 先日の私が出席した懲罰委員会とその翌日に行われた本会議の私の弁明をですね、ガーシー議員が拝見して心を打たれて帰国する意思を一度は固めたというのは事実であることは再度申し上げさせていただきたいと思います。以上です。井上聡君あの先ほどの弁明でまあ、憲法や国会法や参議院規則を挙げて、えー、述べられました。しかし ガーシー議員が国会法の第5条や参議院規則に反しているということについての認識は全く述べられませんでした。で、ガーシー議員は参議院選挙で当選後も帰国せずに、海外から様々な情報公開を行うという公約で約30万票の支持を得たと。そのことを一度も登院しないことを合理化する、してきましたし、先ほども述べられました。しかし憲法43条は国会議員を 投票した、その人に投票した国民の代表ではなくて、全国民の代表と定めております。議員は全国民を代表して委員及び国会を構成し、その活動に参加する義務を負っております。また国会法第5条が国会議員に応将義務を課しているのも、憲法に定めたこの国民の負託に応える活動をする上で、応将が前提になるからにほかなりません。 でこうした国会法や参議院規則に違反した行為を行っているという自覚があるのかどうか、それから一定の投票で特選したからといって、海外に滞在して応召義務に応じないという国会法第5条違反は合理化できないと思いますけれども、全国民の代表として、国会議員の資格が厳しく問われているということへの認識があるかどうか、この2点をお願いします浜田聡君。はいあの ま、井上先生からはえー、まあ、憲法と憲法の話であったり、国会法の規則に基づいてまあ、国会に登院すべきという旨の話をいただいたと思います。私がまあ弁明で国会法であったり、参議院規則についてまあ言及をしなかった点というのはですね。まあ、やっぱり憲法がま1番。日本の国においてはまあ。 最高法規として重視されるべきでありますので、まずその点から、えー、弁明の方を組み立てさせていただいたという次第でございます。一方で、まあ、全国民の代表というです、ね、憲法43条のご指摘もありましたので、その点は真摯に受け止めている必要はあるとは思います。以上でですす他にご発言もないようですから尋問は 終了したものと認めます浜田君はご退席いただいて結構ですこの際お分かりいたします